ジェラセリーグ巨人 4-6DNA6 日東京ドーム巨人井上敦弘投手が今季初登板3分の2回を2安打3失点自責1で今季初黒星を喫した3対2の5回から2番手で登板先頭石上に宇宙間への二塁打を放たれると続く代打松尾は三振に切ったが渡来には味方の失策で出塁を許した 支球を挟み、一死満塁で佐野に右前への同点的自打を献上牧を内角直球で夕日に仕留めて降板した。その後は、松井が二者連続押し出し支球を与えて勝ち越しを許した。高卒五年目左腕では試合後、先頭の打者に簡単に長打を打たれてしまうのは、一番もったいなかったと思います。それ以降は低めに丁寧に粘り強く投げられてはいたんですけど、 外野にフライも飛ばされてしまったので、そこでもう一個粘り切れる投手になりたいと思います、と振り返った。